耳で読む生命よ永遠に。54、死は新しい世界へ生まれること。危機物語。死は新しい世界へ生まれること。死が希望だというと、そんなことがあるかと一般には考えられるであろう。これは要するに次元の違いと言わざるを得ない。この次元の違いは、例えば大人と子供を考えてみると、子供は全然大人と違った精神の波動の世界に住んでいる。鶴は千年、亀は万年と言い、鶴亀は長寿の象徴的な表現に使われている。鶴や亀は時間に対する感受性が人間とちょっと違っている。同様に子供たちの時間に対する感受性は大人とだいぶ違う。子供の1年は50歳、60歳の人の1年の何十倍にも感じられている。そして人間は年を取れば取るほど時間の経過が早いように感じられる。1年くらいはすぐに経ってしまう。青春と老年の次元もいろいろ違う。世代の断絶とかお互いに理解し合えないということは、それは次元が違うからである。アフリカの奥地の土着の人間とフランスやイギリスの文明人と一緒に生活せよと言ってもこれは無理であろう。精神の次元が違うからである。一方は文明人、一方は未開の野蛮人である。精神の肌合いが違う。これは霊界で時に起こる現象であるが、阿弥陀如来の光、高い霊的な光が強いために苦痛に感じる誘拐の霊たちがいる。地獄の霊たちもそうである。阿弥陀如来の強烈な光が回向者を通さず直接来ると身を焼かれるように痛い。したがって光から逃げていこうとする。高い霊界から光が直射してくると三途の霊たちは恐れて逃げ隠れする。悪霊も逃げ隠れする。彼らには高級霊界の光が持つ功徳や歓喜、甘露の放越を感受する能力がない。地獄には地獄の快楽があり、彼らはそれに惹かれているのである。修羅は修羅で逃走することが快楽になっている。賭博をしたり、刃物を持って喧嘩したり、ピストルで撃ち合ったりしている暴力団の人たちは修羅界に落ちる確率が高いが、彼らはそういう闘争の中に快楽を感じている。地獄に落ちる者はその腹立ちの炎、憎しみの炎に快楽を感じている。こういう次元の違いがある。酒を飲む人は酒を飲まない時は大変おとなしいが、酒を飲むと全然人格が一変してしまうということがある。次元が変わってしまうのである。また霊界というところは限りなく多様な階級的世界があるが、おのおの次元が違うので他の次元の世界に入っていくことができないのである。盲人の住んでいる次元と目飽きの住んでいる次元は全然違う。アヘンを吸ったことのない人にはアヘンを吸っている人間の次元はわからない。麻薬でもそうである。眠っている時と覚醒時は次元が違う。私たちが起きている時は覚醒時の次元の世界に住んでいて、眠りの時は睡眠という全くの別世界に入ってしまう。そして異次元で行われていることに対し理解ができない。推測する尺度がないからである。同様に生と死ということも実はそういうことで、何も不思議なことではなくて、人は全く次元の違う世界に入っていくことなのである。この生という荒屋敷の次元の尺度で死というものを憶測し判断し解明しようとすること自体がそもそも間違っているのであって、これは全然尺度が違うのである。生の立場で、すなわち荒屋敷の立場で死というものをいろいろ考えることは、我々が夢の中で覚醒時の状態をいろいろ批判するのと同じことである。また覚醒時において睡眠中のことを批判するのと同じことである。夢には夢の世界が実存している。覚醒時とは全然次元が違っている。しかし私たち念仏者は
死という一つの次元、ここから向こう彼岸の状況を把握しているので、死に対して全然別次元ではあるが、むしろ旅立ちの期待と喜びを感じることができる。新しい世界に移っていくのであるから、生の終焉には霊的意義がある。死は一種のイニシエーション、得度とも言える。肉体及びその世界を脱皮する、つまり不要になった殻を脱ぎ捨てなければ、新しい世界に移っていけないからである。こうして死は我々にとって非常な喜びなのである。死についての暗い観念は我々にはない。死とは神聖である。死後は新世界である。死は念仏者にとって苦しい不自由なシャバ世界、すなわち五濁惑世との決別であり、その終焉である。聖徳太子は49歳で亡くなっているが、亡くなる前にこう言われた。五濁惑世にはもういたくない。早く浄土に帰ることにしよう。自分は今夜このシャバからお別れする。と。そして予告通りその夜亡くなられた。荒屋敷が感受しているところの生は必ず終焉が来る。人は自分の思惑を無視して一方的に向こうから来るものであるから、それは苦痛である。しかし、霊的に目覚めた者は可能性の世界に目覚めており、新しい生がもう今から始まっているという自覚において、単に死にゆくのだという否定的観念がない。死に対し新しい世界に移っていく喜び、希望だけがある。